Thank you.
うですか、ね、生地から選びに行って、すごいね、私の好きなものをなんかすごい考えてくれて、デザインもめちゃくちゃ可愛く仕上げてくれました。後ろもいいね、可愛い、デザインもなんかこだわりとかあるの？白とか銀が好きだから寒色系で求めるようにしてみました。衣装なのでいっぱい写真撮ってください。お願いします。ありがとう。はい、それではバタンキュー、この後もたくさん盛り上がっていきましょう。
Bye.
デザフェスとかも2人で回ってすごい楽しかったし、これもシーマちゃんとのスマホケースと同じお店で買ったんですけど、そういうところが似ていて、でも本当に2人ともちゃんと価値観が違うから話していてとても楽しいし、なんかでも私はこう思うよっていうのをお互い言い合えるから、すごいなんか何だろう、いい関係というかシーマちゃんも優しくて、はい、なんていうか、すごくいつも感謝してます。聞こえてないですけど、はい、そう思ってます。はい、じゃあ次、私あんまり自己主張ができないタイプなんですけど、シーマちゃんはそういう私をこう、なんていうんだろう、見つけてくれて、ちゃん大丈夫みたいな、いつでも声かけてくれる優しいお姉さんで、本当にいい人なんですよね、シーマちゃん。はい、あとすごい、辛かった時期とかにずっと話を聞いてくれてたり、相談乗ってくれて本当に大好き。もうお水飲んだ、飲めた。大好きだよ。ありがとう、ね、やばい、ありがとう。じゃあ次、ゆさんどうぞ。あ、これ聞いてるの。せまちゃんの好きやった、ちょっと繊細さんで人より傷つきやすかったり、涙流すことが多かったりするんですけど、そこもまた可愛くて、人をすごく思いやれて、そのところが尊敬してます。あと、ことあるごとに手つないできたりとか、好きだよって耳元で支えてきたりとか、内緒だよ。可愛いですよね。可愛いね。大好きだよ。ありがとう。皆さんも大好き。
ステージが。おそうですね。おお、あります。いいですか？準備 OK ですか？はい、OK です。ありがとう。皆さん、後ほど。後ほど。またね。楽しんでね。頑張ってね。Yeah!
よ。聞いてください、ウェルカムリリカル。あ、これ